2019明治安田生命 J1 リーグは第21節を迎えています。この時間は浦和レッズ対名古屋グランパスの一戦をお楽しみいただきます。舞台は埼玉市に位置する埼玉スタジアム2002です。今日も非常に暑い一日です。この時間になってもまだ32度というそんな気温の中のゲームとなります。浦和は監督が変わって今のような感じになってきたわけですけれども、今日のこのスターティングメンバー、ご覧のような形でマウリシオが怪我、3バックがこの3人という形になっています。さあそして、名古屋ですけれども、今日は、シャビールが戻ってきて、泉が右で出るというそんな予想に福田さんなりましたね。風間監督言ってましたけど、どれだけボールが持てるか、これがポイントだと思いますし、ボールの奪われ方ですね、ここは名古屋の一番の課題だと思いますけれども、ここのところがポイントですね。コーナーキックです。大田からというところになりますが、ファーサイドへのボールになります。このセカンドボールを拾っていって仕掛ける、そしてクロス、速いボールだ、押し込んだ、開始早々2分というところでアウェーの名古屋先制です。いやーもう見事な攻撃ですね、名古屋ね。このセカンドボール拾ってですね、この仕掛けが良かったですね。前田ですよね、泉ですか。最後は泉が、そうですね、泉だと思いますね。ちょっと立ち上がりからですね、やっぱ名古屋入り良かったですから、それに対して浦和がしっかりと対応できてなかったところもあると思いますけれども、そういう意味では少しリスクかけて人数かけて攻めてもいいのかなと思いますよね。ハブリッシュをそのまま前に運んでいく、シミッチつく、まだキープ、そして関根に渡す、中3枚入っていますが、ファーサイドも足を折り返し、これはサイドネットでした。ファブリシオの良さ出ましたね、今ね。3人ぐらい相手にですね、やっぱりボールキープして前に運ぶことができるのがやっぱ彼の強さですからね、持ち味ですから。そしてシミッチから、このボール関根が狙っていましたけれども、ジョーの元へ、ジョーからシャビエルへ、シャビエル運ぶ、さあ中3枚名古屋の選手入ってます。4枚目も来ました。おっとこれファーサイドへ、ついてボレーだー、前田が決めました。追加点です、名古屋グランパス。ここのジョーのパス見事でしたね。あとシャビエルもね、少しバックステップ踏んでですね、自分の前にスペース作って、ここでの時間の作り方ですよ。一番遠いところを見てましたよね、ジョーも入り、はい、吉田のランニングが効きましたよね、あれによってやっぱ裏の守備も引っ張られたところあると思いますけども。前田と武藤の競り合いですが、前田だ、あそしてシミッチ、あシャビエルから抜け出した、ジョー、これはナイスセーブ西川、そしてコーナーに逃れます牧野です。いや西川ナイスセーブですけど、地方やっぱ点取れてないんですかね。もう決定的ですよこれ。ですもんね、これ見事なパスですよね、シャビエルね。さあファブリッシュを浮かしていって武藤を使う、あただここは絞って対応吉田です。お関根が行く、ファールなし、ボロキから武藤、武藤カットインをして左足シュートブロック、まだある、関根から武藤浮かす、ファーサイドヘディングシュート、来ました、ゴロキ。前半のうちに1点返しました浦和レッズ。ゴロキはこれで自身3試合連続ゴールです。でゴロキもスッと相手から逃げるようにね、背中取りましたけど、そこに落ち着いていいクロスでしたね。このぐらい余裕を持ってボールが入ってくれば、ボロキだったら確実に決めるでしょうね。
岩波から大きな展開、これが山中につながった。山中仕掛ける、一旦牧野へ、牧野から巻いていくボール、ここはランゲラックのセーブになります。ランゲラックいい判断じゃないですか、ショートバウンドでしたからね、キャッチに行くとハンブルしてミスにつながるシーンでしたからね、はい、さあスローインも入りました。山中からのクロス、面白いヘディング、来た、関根のゴールだ。アディショナルタイム、浦和レッズ追いつきました。逆に名古屋は今日またこのアディショナルタイム追いつかれました。今のシーンです。少し名古屋準備できてなかったですね、まあ、素早くリスタートしたですね。さあまたカウンターだ浦和。さあ右武藤が走っていますが、関根そのまま行く、関根行く、まだ持っていく、ここでファール、あれない、そのままプレーオン。あ、しかしまた浦和ボールになった。杉本、杉本かわしてどうかな、中ーボールやつがまだあります。岩波、ゴールの枠外れてましたがまだある。杉本落として、さあ山中だ、バックの右、場内歓声とため息が何度も続きました、埼玉スタジアム2002。ただここで長い笛、あーちょっと熱くなってます。左腕には当たったんでしょうけど、体の前ですかね、前ですからね、あと枠も外れてますからね、はい、なかなかあれを取るのは難しいかなと思いますけど、そうですね、最後の最後で動きましたけれども、結果とすると2対2同点、浦和は勝ち点1ゲット。